喋るタイミングも全部教えてくれましたよね。そうでしたっけ。なんか今だ活用するならきっと今しかないと思ったんだそうやって大人の階段を登っていくんだなみたいな。まもろ演じました北村匠海です。今日本当にたくさんの方にお越しいただき嬉しく思っております。ありがとうございます。やっとこう初日を迎えることができました。声の収録自体の日数は短かったんですが、でもものすごく濃厚な、僕らは収録では2日間戦争をいたしまして、今日にたどり着いております。今日最後まで楽しんでってください。皆さんこんばんは。千代の綾役をやらせていただきました吉野京子と申します。いよいよ公開初日を迎えることができました。今年の6月ですかねに声を入れさせていただいて、そこから半年でこう皆さんに見ていただけることを本当に嬉しく思います。これからたくさんの方に見ていただけるように私も頑張っていきたいと思います。1988年に公開大ヒットしました実写映画僕らの7日間戦争に続いて約30年後の中山瞳を演じられました宮沢りえさん、お願いいたします。こんばんは。今日はお寒い中お越しいただいてありがとうございます。今こうやって見てると30年前のことを知ってる人はほとんどいないだろうなと思いながら、いますね。みんな年がバレちゃいますね。30年後に中山瞳という役をまさか演じるとは本当に夢にも思っていませんでしたけど、私が15歳でデビューしたのが僕らの7日間戦争という映画で、実写映画で、映画館でももちろん公開されましたけど、その後テレビでも何度か放映されていて、その映画の感想をとてもいい映画だったとか面白かったとか青春ですとか言ってくださる方がいっぱいいて、デビューの作品が僕らの7日間戦争で本当に良かったなと、その感謝の気持ちを込めて今回本当にささやかな役ですけども参加させていただきました。いやまさか15歳とは思えないというか、今22歳の僕が見てもなんかすごい子供対大人っていう構図のはずが、ものすごく子供たち宮沢さん含む皆さんがすごい大人に見えて、なんか不思議な感じだったんですよね。なんかすごいこうやっぱ達観してる感じっていうか、セリフ一つ一つとってもなんかすごいこう宣言するシーンとかもそうですけど、なんかすごくこう大人に見えてなんか不思議な感じで見てました。それでいうとなんか時代は移り変わりますけど、なんかそのバトンを受け継げてよかったなってすごい改めて思いました。はい、やっぱりこうやって大人の階段を登っていくんだなみたいな、なんかやっぱり皆さんがこう通る道っていうものはあるんだなというふうにも思いましたし、なんだろう、今の時代にはないその時代のなんか力強さみたいなのをすごく感じてすごく羨ましく思いました。どんな思い出が残ってますか？もう忘れちゃいましたね。そうですか。はい、でも演技の経験がまず初めてだったので、映画の撮影に入る前に合宿みたいなことをしたんですね。で役者さん、あそこに出てくる立てこもる子どもたちが 2泊3日かなんかで合宿をして、こうじゃあまずここには砂浜があってそこにいる2人ですっていう、こうエチュードみたいなことをやったんですけど、もうそれが苦痛でもう本当にいつここから抜け出せるんだろうっていうぐらい、演技に対するこうなんていうんですかね、不得意感というか劣等感が、それは今でもあまりなくなってはいないんですけど、他の方たちより経験が少なかったのでとても苦労しました。で私すごい緊張してて、でこうシステムもよくわからないく入ってしまったら、ここですよとかこうタイミングとか教えてくださって、ものすごく余裕があるように見えました。いや見せるのはうまいんです。余裕なく見せるのはうまい方です。とにかくでも
すごい、私が喋るタイミングも全部教えてくれましたよね。そうでしたっけ。なんかこういう風にやってくれてた記憶があるんですけど、だから、あ、本当に申し訳ないなと思いながら、だからなんかあまり多分ですけど、1日目僕もこのプロの生産と一緒にやって学んだことをきっと多分あの今だ、そう活用するならきっと今しかないと思ったんですよ。そのままね、あの伝授してくださいました。こうやってこう本当にあの青春エンターテインメントの金字塔として、そしてこうもう歴史的作品です。もうそのバトンを僕らは、今回こうやってこう受け取れて、もしかしたら30年後違う僕らの7日間戦争に出れたらいいなと思います。私も便乗させてください、はい、もうですので、それぐらい、時代は変われどきっとずっとあの皆さんの心に残る作品だと思いますので、そうですね、一度と言わず何度でも映画館に足を運んでくれたら嬉しいなと思います。